はいどうも、アキです。プロスピエースやっていきます。はい、今回はですね、こちらメニューにあります選手名鑑という機能の、ご紹介の動画でございます。もう知ってるよっていう方はですね、まあこの動画はスキップしていただければと思います。はい、まずそのお話をする前にですね、僕のオーダーをねまたお見せいたしましょう。まあ前回の動画でもお話ししたんですけれども、僕のガチオーダーは基本的にこのリーグオーダーの方ですね。はい、オートで試合を行ってくれてて、まあこちらが、まあもちろんスピリッツだけ考えればいいっていうわけでもないんですけど、他にもコンボとか、まああとスピリッツは関わってこない走力、そして守備とかも大切になってくると思うんですけど、まあ基本的には一番大切なスピリッツ、そして能力ですね。選手能力を考えて、僕が思うに今一番勝てるんではないかというオーダーをこちらで組んでおります。とは逆にですね、普通のこの通常オーダーですね、の方は、まあ前回の動画でも言った通り、その時々で育てたいものを入れているという感じでございます。はい、なのでつい先ほどまでだと、例えば C ランクの坂本とか、C ランクの松井とか入れたいってありもしました。はい、で、こっからその話を広げていくんですけれども、例えば僕今センターだと、機械と交代ってすると長野レベルまでです。で、岡田もレベルまで持ってます。しかも長野と岡田に関しては1回限界突破できているので、もう丸育てる必要なくねって思う方いらっしゃると思うんですけれども、こっから選手名鑑のねお話につなげていきたいと思います。ちなみに岡田はセンターとして育ててるのではなくですね、このライトとして育てております。岡田ね、はい、今ライトって B ランク以上が確かいないんだよね。はい、なんで岡田はですね、守備適性がライト C 以上は C あって、で同じく牧田も C あるので、牧田も育てているという感じです。はい、で、この守備適性がね、D よりも C の方がスピリッツが落ちにくいです。なんていうんですか、メインポジション以外にやってあげたときに。で、B 以上だと落ちないということですね。はい。で、じゃあなんで丸と牧田を育てているのかっていう、まあ、ヤマトなんかもそうですよね。まあ、ヤマトはちょっとなんかいろんなポジション守れるから、まあ、育てておいて損はないんじゃないかななんていう勝手な、あれでやってるだけなんですけれども。はい。で、なんでね、じゃあこんな牧田と丸ですよ、もう育てる必要なくないっていうね、もうセンターとライト育ててるんだったら育てる必要なくないっていうやつなんですけど、そういう時にね、選手名鑑というものが非常に役立つんですよね。はい、こちら選手名鑑タップするとですね、こちらチーム選ぶじゃないですか。例えば今じゃあ僕のチームのジャイアンツで、このランクごとにブーッと選手出てきますね。はい、でそのランクをタップしてあげましょう。例えばさっき話に出た長野だと、これ極みあれだったっけ、極みって特訓レベルもマックスだっけ、レベルマックスだけじゃないよね。あ、特訓もレベルマックスですね。特訓10回、そして限界突破も5回している状態での能力が表示されます。これ極みっていうのかな。はい、スピリッツ1150で、ミートが49、パワーが53の、総力は59で、守備に関しては D だということですね。で、スピリッツに関しては基本的にランクが同じであれば基本的にみんな一緒です。あのランク特訓こう限界突破が全て一緒ならスピリッツは基本的に同じなんですけれども、このイベントですね、はい、イベントの選手はちょっと落ちてます。実は例えば A ランクだと普通この状態で1500あんのかな、違う、この上原もまた違って、この普通のガチャで出てくる選手だと普通1500あるんだよね、多分 A ランクだと。なんですけど、この最初のガチャでもらえる、要はメジャー行った人たちの枠の選手とか、この最近のこの、まあ、村田はちょっと元々いてややこしいんで、ちょっとチーム変えますわ。村田はちょっとややこしいんで、要はスピリッツガチャやったんですよね、あの村田も。はい、この藤川とか、この A ランクの西岡とか、イベントの選手はちょっと落ちてますね、残念ながら。まあ、そりゃそうか。みんなに配ってくれるんで、ガチャよりはちょっと渋くなってるってとこですね。はい。なんですけど、基本的にはランクが同じであれば、スピリッツに関しては同じと考えていいので、この能力ですよね。あとは、スピリッツが同じなら能力が高いやつをね、育てていきたいじゃないですか。で、もう一回、長野を見ましょう。今の僕のチーム、まあ、リーグの方のね、チームは長野なんですけど、センター。この長野くんの能力、49、53、59と覚えよう。49、53、59と、いくぞ、忘れ、43、59、53、59、なんとかなんとかなんとか、43、あ、もう忘れちゃった。アホだからもう忘れちゃった。はい。こっちの方がね、能力が高いんですよ、基本的に。43、59、59だったっけ？まあ、こっちの方が高いですよね。まあ、ミートがかなり、こっちの丸くんの方が高いんでね。はい。
で守備は同じ D だという感じで、こういう風にね能力が見えるんで、要は育てる前にあマックスになったら能力どれだけいくんだっていうのが見えるんで、これで強い方が、まあ最初はそれはね蝶の先に引いたんで蝶の育ててたんですけど、こうやってもうレベルマックスになって通常オーダーに置いといても経験自分がもったいないってなれば、こうやってやってですね強い選手を育てていってあげるという風にしてあげればいいんじゃないかなって思ってますっていうね。はい、なんであれこれって強いのかなって思ったら、要はここで調べられるよって、まあ、結論ね、それだけのお話でございました。まああとは僕はケチなんでね、あの経験点無駄になる感じが嫌なんで、はい、やってますっていうお話です。でマキダを調べてないんで、ちょっとマキダだけ見とこうかな。岡田はねあれなんですよ、守備はうまいけど打撃能力は悪いんでね。マキダって今年4番打ってなかったっけ、楽天で何試合か。ほら打撃能力全然岡田よりはいいんで、あでもしかも守備も C だから走力は圧倒的岡田の方が強いけど、マキダにしようかな育てたらとかいう考えでね、育てるかどうかとか決めていたりします。はい、なので選手名鑑、あそんな機能あるんだって、まだねリリースされてそんな時間も経ってないアプリですので、はい、知らなかったよっていう方はですね、ぜひともこの機能使ってみてはいかがでしょうかといった動画でございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。この後は概要欄にありますいろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。